ありがとうございますけども、ちょっとね、緊急なんですけど、これ、明日、サイドオーダー来るんですけど、で、アップデート情報来たと思ったら、なんか、TwitterX のタイムライン見てたらね、なんか武器の調整も来てるらしくて、見ていきたいと思います。まさかの武器調整、普通のアップデートが来るらしいんで、見ていきたい。で、機能追加調整について、サイドオーダーに対応しました。俺、これだけかと思ってたんだよ、明日。全然違った。いつもの普通のアップデートがもう、明日2月22日だから1週間前、普通に月末に来るんだけど、もう1週間前に来るらしいんで。で、シーズンやカタログに関する変更、2023年3月1日に開幕するフレッシュシーズンに関する追加データで、まあいろいろいつも通り追加と。で、ショップに並ぶギアが153種類追加、でかすぎんだろう、聞いた。で、ステージカジキ空港なんで、明日とかあれか、3月1日はステージ1種類だけっぽいね。なんか今まで2種類だったじゃん。カジキ空港だけっぽい。で、新たなウェーポンが2種類、ガエンとあれだね、なんだっけ、傘。で、9種類追加、アシュが9種類追加、で、ドンピコ、ナーバトラ20種類。ギアに関する変更、新しい着こなし方を追加しました。これ多分あれだね、サングラスをデコにかけたりみたいな、イエーイみたいな感じだね。で、体勢に関する変更、2曲追加しました。で、新たな名本追加しました。で、ガエンFF、通常の射撃の飛距離が長いマニューバー。だから、クルンクルンみたいな、シュンシュンシュンってめっちゃ転がって、スライドは移動距離が長い代わりに、一度ずつしか行えません。これさ、昔あったゲームで、なんかカスタムロボっていうゲームでね、それもなんかダッシュできたんだけど、なんか、それもなんかね、7回ダッシュみたいなのがあって、2回ダッシュ、1回ダッシュみたいな、それをちょっと彷彿とさせて、すごい好きなんだよね。で、スライド後の構え状態では、射撃の飛距離が短くなる代わりに、なんかスパッタリみたいになるんだね。で、傘。サンダーのばらつきが小さく、遠くにいる相手にも高いダメージを与えれるパラシェルターです。で、傘の耐久力が低い仮に素早くパージでき、失った傘が復活するまで時間が短くなる。なんで、パージで戦いましょう TV ってことだね、これ。で、ゴーニーガロンでこう、まあ、いろいろ。これ、見る感じあれだな。またカニタンク出ないしね。で、結構出るね。で、ガエン FF がトラップメガホン。で、傘がラインマーカーグレートバリア。まあ、こん中で強そうなのは、まあ、もちろんリッターがね、バカ強いね。これ、ビーコンテヨ。で、まあ、ゴーニーも強い、バリアブルも強い。で、スクイクリも面白そうだよね。これ、ロボットショックワンダー。で、ケルビンも強いぐらいかな。で、他ちょっと普通ぐらいの。で、メインウェポン。まさかの修正来ました。ワイドローラー系。ワイドローラー。縦振りと横振りのインク消費は 10% 軽減。これでかいんじゃない?多分今までね、10回触れてるところ11回触れるみたいな感じだと思うんで。で、スプラスピナーコラボ。今までよりも足元に塗りが発生しやすくなりました。よかったね、お前、イグザミナの超介護官だったから、マジで、今まで。で、ケルビン525、ケルビン525出た。着弾点の塗りの半径を 10% 大きくしました。これ、某洋菓子が喜ぶんじゃないですか?で、ラクト。チャージ1段階目までのインク消費量を 17% 増やしました。これやばい、つまり、パシュパシュがめっちゃインク増えたっていう、だから、縄張りとかで塗りがやばいことになる。めっちゃ塗りにくくなる。なんかメインクないと塗りにくくなる。17% 相当だけどね。ちょっとだいぶラクトに目をつけられてる感じではありそう。で、スペシャル必要ポイント来た。52ガロンが200になって、マニューコラも200なの?俺ら、X 対 X 対か X マッチめっちゃ潜ってる人からすると着地全然弱いんだけど、だから B 対とか、まだ X まで行ってない人からするとめちゃめちゃ強いんよ、着地。だからそのナーフかなっていう感じはする。こんだけ?意外に少ないな。思ってたより少なかった。普通にスペシャルの変更とかないんだね。また来るとかない?これアップで。来週にまたアップできますとかないか。意外にちょっと少なかったね。で、フェスに関する変更。フェスや鳥からマッチで新たに花火玉が使用するようになりました。花火玉は A ボタンで投げることができ、着弾したところ花火を打ち上げて地面を塗ったり相手に小さなダメージを当たることができます。花火玉はスポナーからステージに置いてあったら相手ペア倒したりすると手に入ります。おお。この時手に入る花火玉個数は、試合残り時間短くて、なんて、で、増えていきます。まあ、アサリみたいな感じだね。アサリみたいな、アサリを投げてますみたいな。花火玉は最大の7個まで持ってます。
これさ、思うのが、どうな、花火玉ってチャレンジでも使えんのかな。俺いらチャレンジは本当にいらないの。オープンと鳥からバトルだけにしてほしい。チャレンジで使えるようになっちゃったらなんかすごいことになると思うんで、できればオープンだけにしてほしい。で、最終結果で部門の獲得ポイント調整するとともに、各部門で2位の勢力もポイント獲得できる。予備祭、1位が変更前7だけど90でかでかすぎだろ。あ、で1位が2で、2位も45で半分になったんだ。で、なんか、もうあの、値がね、変わってる。で、得票率、70、35。そう、得票率とかね、なんか、でかすぎてよね。俺、正直、得票率あんまいらないと思ってるんで。で、フェスマッチオープンが120、60。で、トリカマジ180、90。ちょっといいんじゃないこれ。で、サモラン。サメライド強化きた。きた。突進によって当たるダメージは400から500。じゃあ俺、ごめん、これで何が変わるかわかんないけど、400から500になったらしい、みんな。よっしゃ。で、突進攻撃触れたと判定される範囲の半径を 50% 大きくした。なるほどね。で、ステージにいる鮭の総量が多いとき、プレイヤーから距離が遠い鮭のアニメーションが更新される頻度を低くすることで、重くなりにくいしました。たまにあるもんね。サンワラ重すぎたけど、あの、時間だけは早く動くみたいな。あるからね。自陣対戦、ナーバトラーに関する変更。ナーバトラー道場に呼び出せるキャラクター増えた。ちょっといいな。サイドオーダーのあれか、姫とか、飯田じゃん、誰だあいつ。あいつを追加することができる。で、他の、まあ、プレイヤーと対戦できるステージを7勝増やしました。あれだね。追加のステージ7個出るらしいんで。で、他のプレイヤーとの対戦、で、ステージ選ぶとき、ランダムなステージにカーソル、お任せ機能いいんじゃない？全然やったことない気がした。お任せ機能はだいぶ良さそうだね。で、ナーバトラ道場でダウニーが使用するステージ。へぇー。で、保存できるデッキ16か32個。これでかいんじゃない？ナーバトラにとってはこれ一番でかそう。で、イカリング3、サイドオーダーの記録機能追加しました。ロブイジにジャーニー5来た。へぇー。ジャーニー5では、フレッシュジェン、あ、そう、いつも通りあるね。で、大会サポートね、これちょっとでかかったんで、昨日ってかなんか追加されてたんだよね、ページに。大会に参加した時、フードチケットがもらえるようになった。で、お金2倍チケットもらえるらしい、これで。ちょっとでかいよね。で、サポートで主催者になっ、また共同主催者になって、大会を完了させた時、その大会累計参加人数を応じてもらえるバッチを追加しました。バッチね。で、お任せステージの自動除去。え？めっちゃいいよ。この設定がオンの時、お任せ選ばれたステージの対戦が終了した後、そのステージが自動的にお任せの対象から除外されます。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。で、これなんか、バグありますかね？はい、はい、はい、はい。まあ、あるのか？いいバグは、結構あるな。意外にあったね。まあ、ここら辺いつも通りめちゃめちゃ長いんで、ちょっと各自で見てください。いや、まあ、なんか、いい感じのバグ直ったのあるかな？その他の問題。あー、これちょっとめんどくさかったね。広場で本体をスリープ状態したことで、インターネットが通信された後、スリープ状態解除したゲームを開催するとき、オンラインに復帰状態の場合のでも、オフライン状態の広場に戻しても、ちょっとこれめんどくさかった。ロビーに戻んなくて広場に戻ったんだよ、毎回。ちょっとこれめんどくさかったから、ありがたい。まあ、ぐらいかな。スペシャルの変更来ないんだね。武器だけだった。意外だ。まあ、今回、ラクトがきつくなったな、ぐらいだね。ちょっとやんわりとしてる。まあ、いろんな武器が追加されるから、ゆっくりめの調整みたいなのかな。フェスは、まあ、フェスやる。今回の対戦は、新しいメインポの追加のほか、普段から活用してるプレートってより扱いやすくなるような。まあ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 。いっぱい武器追加するしね。明日の本命俺サイドオーダーなんで、サイドオーダーだけかと思ってたらちょっと武器の調整もして嬉しいみたいな。はい、ということで明日サイドオーダーね、めちゃめちゃ楽しんでいきましょう。配信もすると思うんでよろしくお願いします。それではじゃろっ。